とうとう僕の誕生日が来てしまいました。皆さんこんにちは、こんばんは、ブータです。今日は僕の誕生日です。まあちょっとね、気分的に別にケーキを食べたいっていうわけではなかったので、とりあえずミスドに行って僕の大好物のオールドファッションとミッフィーのカップで入れた紅茶とフラワーミッフィーで買った新商品の、これ6月のね、誕生日月のケーキの形をしたインテリアなんですけど、今回はこれを飾って自分自身のお祝いをしようかなって思います。すごい寂しいっすね。ってことで、ちょっと今日はね、なんかちょっと寂しいんで、なんかいろいろ、そうですね、喋れたらなって思ってます。よし、ではいただきます。嬉しいですよね。この年になってもまだ連絡してくれるっていうのは、非常にありがたいというか、特に妹から来るなんて思ってもなかったので、いや嬉しいですね、本当。ただなんですかね、なんかもともと僕は友達が少ない方と言いますか、人付き合いもそんなに上手くないんで、やっぱりこういう時に現れちゃいますよね。この、なんていうんですか、陰キャ具合というか。ぼっちの誕生日。まあ、社会人だったら結構当たり前っちゃ当たり前なのかもしれないですけど。当たり前なのかもしれないですけどね。寂しいですね。最近彼女と別れまして、もうすでにね、一人暮らし生活が、まあ、1ヶ月以上終えたってところで、最初は極端には感じなかったんですけど、過ごしていくうちにいっぱい思い出してきてしまうんですよね。楽しかったことも喧嘩したことも。で、意外とね、いい思い出しか思い出さなかったりして、本当に忘れられんのかなっていう気持ちが強くて、自分からねお別れお願いしておいて、まあ、自分勝手だなっていうのはすごく分かってるんですけど、思い出してしまって辛いですね。このオールドファッションにしてもそうですし、このお皿、食器にしてもそうですし、マグカップ、スプーンにしてもそうですし、いろいろなものにストーリーが詰まってるんで、なんかこう何をしててもやっぱ思い出してしまう瞬間っていうのはすごく多いんですよね。
誕生日を迎えるたびに僕はこのままでいいのかなとかつい考えてしまって、もうどうでもいいやって自暴自棄になって、やっぱ一人って良くないですねこういうことばっかり考えてしまう。せっかく周りにミッフィーがたくさんあるのに、なんかどうもネガティブになってしまう。本当良くないですね。すいません、本当楽しい動画にしたいんですけど、これが僕なんですよね。この機会だからもうお伝えしたいこともあるんですけど、いつもねコメントで僕の体調を気遣ってくださったりとか、その動画作るの大変かと思いますので無理せずにだったりとか、全然その更新速度遅くしても大丈夫ですよとか、お仕事と生活の両立で大変かと思いますので、動画作成できる範囲で頑張ってくださいとか、もうそういったコメント見るたびにすごく嬉しくて、だから全然僕いつもそんなね動画が辛いって言ってることはそんなないつもりではいたんですけど、なんか感じ取ってくれてるのか、それでも更新頻度で、皆さんが心配してくださってるのかが伝わっちゃってるみたいで、結構気遣われることが多くてすごく嬉しいんですよね、なんか申し訳ない気持ちと嬉しさが、あって、なんかこういった方々に僕は支えられてるんだなっていうのがしみじみ最近実感します。本当にありがとうございます。本当だったら誕生日は今一人なんですけど、なんか動画をやってるおかげでなんかそこまで孤独を感じすぎてない自分もいてですね、本当皆様のおかげで自分を保ててますごめんなさい、結局この動画で何を伝えたかったのかちょっとよくわからないんですけど、ちょっと僕はこんなんなんだよっていうことを、本当は別に大して仕事もできないし家事もできないしまともな性格じゃないしネクラだし陰キャだし、どうしようもないことで不機嫌になったり怒ったり、どうしようもないことでね落ち込んだり言葉も悪かったりとか、そういうことが多い人間なんで、これがブータなんだよっていうことをちょっとお伝えしたかったんですけど、なんか難しいですねちょっと意味のない動画になっちゃってるかもしれないですけど30過ぎてからはそんなに誕生日来ても全然気にしてなかったんですけど、ちょっと今回だけは結構メンタルも来てるというか、別れたばっかりっていうのもあったりとか、リモートワーク下で人と会ってないせいもあって、まあちょっとそうですね、仕事と動画だけっていう状態にもなってるせいで、なんかちょっとおかしい感じになっちゃってるんですよね、難しい、生きるのは難しいですね。ごめんなさい、今回ちょっと愚痴大会みたいな感じになっちゃいました。可愛いですよね、ちゃんと映ってるかな。こういうものを見て最近
本当癒されてますね。ちょっとね、ちょっとね、今は感傷に浸ってますが、またこれからも頑張っていきたいと思います。すいません、なんか意味のない動画になっちゃいましたね。動画にしようか迷うな。